はいどうも、水にゃんです。昨日投稿した動画なんですけど、いろんなメッセージをありがとうございます。まあ、いただいた言葉はね、真摯に受け止めて、これからの動画活動に生かしていきたいと思います。で、今日ね、話したいことなんですが、ジャニーズの、ニュースの手越くんがジャニーズ事務所を、退所し、 YouTube を始めるんじゃないかという話で、その裏側にいるのがヒカルとヒカルの元マネージャーの高橋さんなんじゃないかってことなんだよね。で、朝日新聞系のニュースサイトでアエラドットに昨日興味深い記事が載ってました。手越祐也がジャニーズ退所、背後に大物 YouTuber の影というねタイトルの記事なんだけど、そこの一文に、でそんな手越を YouTube の世界へ手引きしている大物 YouTuber の男性がいるという、その大物 YouTuber と手越くんは昨年から YouTuber への転身について話し合いを進めていました。すでにこうジャニーズ事務所を退所した後に所属する事務所も決まっているそうですと。その事務所というのが大物 YouTuber のマネージャーが最近設立したエージェント会社です。手越くんは早ければ年内に YouTuber としてデビューする予定だそうですとあって、でわざわざね、こうマスコミにこういう情報を流すのは手越の YouTube プロモーションの一環として、そのね、エージェント会社の関係者の人が、ね、記事を書かせてるんじゃないかというふうに僕は見てます。てか実際にこのねメディアとかの裏側ってそういうものだったりとかするわけです。で、まあ、メディアと、まあ、そういうね、まあ、エージェント会社とか事務所とかって、まあ、その持ちつ持たれつの関係だったりとかしてて、で事務所が報道してほしい内容というのをちゃんとこうね、マスコミ、こうメディアにいる関係者の人とかにこうリークをしたりとかして、でその人に、いやこういう記事書いてくれよ、お願いしますよって言って、で、まあ、やってるわけね。でそういうのなんか、まあ、世の中のそのね、週刊誌であったりとか、であとメディアの報道もうこれあるあるなんですよ。だから今回もだからこう手越がね、ヒカルの、関係先から、まあ、関係先というかヒカルの元マネージャーがね、そう設立した、でそのエージェント会社からこうデビューするよというね、まあそういうあれですよね、まあそのプロモーションですよ、簡単に言えばね。で実際まあこれまでさ、ヒカルは、アエラドットのインタビューを何度も受けてるし、でつながりはねあるんだろうというふうに思います。でまあここからちょっと芸能界の話になるんですけど、まあ、ジャニーズ事務所ってジャニーさんが亡くなってから随分と、力が弱まってきたよね。で昔に比べてさ、男性アイドルもジャニーズ一強っていうわけじゃないわけよ。で昔だったらとりあえずこうジャニーズの誰かをテレビにこう出しとけば視聴率だって上がったし、で、雑誌に載せておけば雑誌の売り上げ上がったし、本出しとけば本の売り上げも上がってたわけですよ。しかしながらね、今のご時世、韓流系のアイドルがいたり、であと、LDH がいたりとか、であと他の事務所とかもバン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 男性アイドルをデビュー、させて、でその男性アイドルの人が、ね、テレビにこう出たりとかするわけじゃないですか。だから昔に比べてじゃあジャニーズが、男性アイドルの市場をがっつり占めてるわけではないんだよね。でそういう意味では、ね、その他のマスコミであったり、まあ、マスコミであったりとか、であと、まあ、マスコミとかもわざわざね、そのジャニーズに忖度する必要っていうのも、まあ、なくなってきてるわけね。で、まあ、映像媒体も、テレビだけじゃなく YouTube みたいなこうストリーミングサイトも増えてきて、で芸能人のこうお金の稼ぎ方っていうのもどん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 、多様化してきた。でテレビがこう主流の時代って、で芸能事務所とタレントの力関係はどうしてもこう事務所の方がかなり強くて、もしね、芸能人が大手事務所を辞めるようなことがあれば、事務所がマスコミに圧力をかけて芸能人が干されるみたいな事態もあったっていうふうに聞くんだよね。まあ今でもね、まあ大手事務所辞めた芸能人の人は、まあ、その子をね、辞めた事務所の人とは共演 NG があったりとか、まあ、そういう話が水面下でとかで、ね、起こったりとか、まあ、してるみたいです。しかしね、今はこうジャニーズ事務所を退所した赤西くんなんかも自分でファンクラブを開設して、
であと、音楽レーベルを立ち上げて、で音楽活動もでき、でアメリカとか中国とかね、そういうところを中心に、活動することで年収も3億円をね超えたというね報道もある。だからわざわざねその大手の芸能事務所とかに所属をし続けなくてもインターネットを、駆使すれば別にそのタブーとかそういう発言とかにこう制限されるこうテレビに依存することなく、で芸能人自身がその自分の好きなことをやって自分が好きなことを言える、そういう時代にこうなってるんだよね。でそういう意味ではうまくその芸能人とつながって YouTube に誘導してで話題を提供し続けるヒカルもうまいと思うし、で結果その雨上がり消し隊の宮迫さんともウィンウィンの関係だったりとかするよね。だからまあそのなんでウィンウィンなのかっていう説明をするとすれば、まあそのヒカルにとってはその芸能人の人を自分のチャンネルにこう呼べて、で話題性も獲得できて再生回数も増えると、でそして、結果としてチャンネル登録者数も増えることができると。でまあ芸能人の人もそのヒカルとコラボすることによって YouTube こう出ることによって、で結果ねこうヒカルがこう動画の概要欄とかにチャンネルを貼ってくれたりとかすると、そうなってくるとヒカルの動画を見た視聴者の人がチャンネルのこう概要欄、チャンネルというか動画の概要欄を見て、そっからこうね自分のチャンネルね、まあその芸能人さんのチャンネルに誘導されたりとかするわけよ。でそうするとチャンネル登録者数、チャンネル登録をプチってこうしてくれたりとかするから、結果としてねで助かるわけです。で手越くんも結果ねやっぱりそのデビューするとすれば、まあもちろんね最初はねそう手越くん単体で動画を上げると思うんだけど、その後そのヒカルとか、あとヒカルのね周りにこういるこうラファエルとかそういう人たちとこうコラボして、でまあそのお互いにとってこうシナジーがあるような形で、まあ、YouTube をやっていくんではないかなというふうに思います。でなんだかんだでやっぱねヒカルのことがこう嫌いな人って、まあ、ヒカルのアンチとかっていると思うんだよ。で、まあ、ヒカルのアンチの人とかで、あとは、まあ、手越くんがねまあ、YouTuber なんかとそのコラボしたりとか、まあ、特にヒカルですよ。でそういうのとコラボしてすごく不快になる人とかもいると思うんだよ、ぶっちゃけね。でもね手越くんが YouTube 始めちゃったらそういうね意見を持つ人も結果として見ちゃうんだよな。だってさどうしてもさ話題になっちゃうから、まあ、中にはさやっぱ怖いもの見たさであったりとかどんなもんなんだろうとか思って気になって見る人とかいると思うんだよ。だそういう部分においてはもう完全にヒカルであったりとか手越くんであったりとかで宮迫さんだったりとかそういう人たちの手のひらの上でこうコロ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 ね転がされてるわけですよ。だからそういう意味ではねやっぱりその手越くんが YouTube デビューすることは結果として僕はプラスだと思います。だって YouTube だったら別にさわざわざそのイメージとかも気にしなくてもいいわけじゃん。まあ、元からその手越くんは、まあ、女性関係結構スクープされてるから、でイメージがいいかって言われたら、まあ、手越くんイコール女って、まあ、そういうもんだよねとは思われてるけれども、やっぱりこうテレビの世界ってさすぐさイメージとかを気にしたりとかするじゃない。でテレビ関係の事務所とかだってそうじゃん。だからちょっとでもさ不適切なことがあったりとかしたらすぐこう自粛したりとかで CM とかだって流れなくなったりとかで今後のこう仕事に支障が出たりとかするじゃん。でも YouTube って自分がやりたければチャンネルを作ってそこでこう動画をね、上げてで発信できるわけよ。でそういう意味で、ね、別にこう誰かに制限されたりとかするわけでもないし、どっかからこう圧力をかけられたりとかするわけでもない媒体だ。そういう部分で結局ね芸能人の人がねその動画を上げてその YouTube の収益だけじゃないわけです、そこにはね。まあ例えばライブ配信とかをすれば、ね、スパチャとかだって流れてもらえる。もしこう手越くんが YouTube ライブとかをやったらすっごいジャニオタの人が「手越くん頑張ってね」って言って、でもう何十万何百万っていうスパチャをね投げるかもしれない。でそういうことだってあるわけです。だから手越くん自体が一つの配信だけで何十万何百万っていうお金をね稼げたりとかするかもしれないわけよ。であとは例えばで自分自身でファンクラブを作って、じゃあ年会費が5000円でやりますとかでできたりするわけですよ。
で、そうすれば例えばさ、1万人ね、集まるだけでもう年間5000万円ね、手に入ったりとかする。で、あとはまあその自分自身でライブとかだってやったりするし、で、あとは音楽活動とかだってできたりとかするわけだから、まあ、結果としてですよね、まあ、手越くんみたいな人は自由にやりたいんであれば、こうテレビの世界からこう上手にこう卒業して、で、まだこうね、知名度もあってこう人気がある状態でこうネットの世界に来て、ネットの世界で上手にこう稼いでいくこうやり方が正解だったりとかするわけ。ただこうなんかね、何もこう知らな、まあ、ちょっとね、まあ、その名前が知られてるこう芸能人の人とかが、じゃあ YouTube 始めましたって言ったって、なかなかね、チャンネル登録をしてくれる人っていうのは少ないわけですよ。けれどもね、やっぱりこうチャンネル登録者数が何百万人っているこう YouTuber さんと、まあ、その継続的にこうコラボすることによって、上手にそのね、自分の、そのチャンネルに人を誘導することだってできるし、で、自分の、チャンネル登録者数を増やすことだってできるわけだから、そういう意味ではね、まあ、その光自身が、まあ、芸能人再生工場っていうのも変なんだけれども、そう、芸能界と YouTube 界のこうパイプとして上手になんかやってんなと思います。で、これに関しては比較的こう光に対して悪口言いまくってる僕自身だけど、非の打ちどころは一切、ないので、この動画に関しては、褒めさせていただきたいと思います。ということで、以上、水ニャンでした。じゃあね。